ペナン島は、マレー半島の西方、マラッカ海峡に位置する島である。対岸のマレー半島部分バターワースと合わせて、マレーシアペナン州を構成している。ペナン島の位置北位5度24分、統計100度14分に位置する。島の面積は295平方キロメートルで、東西12キロメートル、南北24キロメートルの広さを持っているが、全体に、 平地は多くはない。島の最高峰は、標高833メートルのペナンヒルである。マレー半島とは、ペナンブリージとペナン第二大橋の2本の大きな橋で、結ばれているほか、フェリーが頻繁に往来している。マレーシアの首都クアラルンプールからは北西に、約350キロメートルの距離にある。2010年のペナン島の人口は約72万人。 そのうち旧市街上ジタウン地区の人口は約30万人である。住民には、家人の割合が高い。ついで、マレー系、インド系タミル人が多い。イスラム教、仏教、道教、ヒンドゥー教、カトリック、英国国教会、宿教など、極めて多様な宗教施設が集中している。東西貿易の十字路である、マラッカ海峡に位置する地の利を活かして、 古くから交易船の寄港地として栄えた。1786年、田王国の支配下にあったペナン島はイギリスに割上され自由貿易港となった。ペナンはシンガポール、マラッカと共に海峡植民地の一角となり、関税を課していたバタビアなどを敬遠する交易船が頻繁に寄港するようになった。しかし、1832年に、 海峡植民地の拠点がペナンからシンガポールに移ると、海峡貿易の中心地の地位をシンガポールに譲ることになった。1914年、第一次世界大戦に際しては、ドイツ巡洋艦エムデンが通商破壊活動の一環として奇襲し、大きな被害を受けた。第二次世界大戦に際しては1941年に日本軍による、 マレー作戦の一環として、1945年の終戦にわたるまで占領され、以後はインド洋からアフリカ、オーストラリアにおける日本海軍の重要な作戦拠点となった。また、ドイツ海軍の潜水艦やイタリア海軍の潜水艦も通称破壊活動の基地とした。戦後は日本の遠洋漁業に従事する漁船の寄港地の一つとなったが、 1976年には寄港中のマグロ漁船が盗賊の襲撃を受けるなど治安の悪さも目立った。2008年、マラッカ海峡の歴史的都市群としてマラッカと共にジョージタウンが世界遺産に登録された。ペナン島は住宅、デパート、ショッピングモールホテル、病院、観光庁など市民生活に必要な施設、設備が充実しており、また、 質の高い公共サービスも提供されている。また、東洋の真珠と呼ばれ、現在でもマレーシア随一の観光地である。近年、世界遺産に登録された、歴史都市ジョージタウンと、島の北部のパトゥ・フェリンギ、テロック・バハンなどの高級リゾートホテルが立ち並ぶ、ビーチという二つの観光地の側面を持つ、日本人観光客の姿も多く見受けられる。 また政府主導によって長期滞在者の優遇措置が取られており、欧米諸国や日本などから定年退職者が第二の人生あるいは楽園での余生を楽しんだり、あるいは寒い場所から冬の間だけペナン島で過ごしたりなど様々な目的で長期滞在している。ジョージタウンパノラマペナン国際空港日本との直行便は存在しないため、クアラルンプールやシンガポール、 バンコク、香港など周辺空港での乗り継ぎが必要になる。島内に鉄道は存在しないが、対岸のバターワースに、マレー鉄道のバターワース駅がある。ここから、南は、クアラルンプールやシンガポール、北はバンコクなどに行くことができる。また空港とタンジコン地区を結ぶモノレールの建設計画も存在するが、予算の凍結により、宙に浮いた状態になっている。 鉄道が存在しないため島内の公共交通の中心はバスである。主にコムターとバターワース行きフェリー乗り場付近の2つのターミナルに多数のバスが発着しており、ここからビーチリゾートであるタンジョン文化地区や空港、ペナミヒルなど島内各地へ移動することができる。乗車時に運転手に行き先を告げ先払いをする形が、 一般的で、タクシーに比べ安価であるため自家用車を持たない、地元の人々や観光客の足となっている。また、マレーシア各地とも多数のバス会社により、長距離バスで結ばれている。春節や、ハリラヤなどの繁忙期を除いて空席に困ることは、まずないが、これまで、コムター付近にあった、長距離、バスターミナルの便が一部を除き郊外の寸外ボン 地区に移されたため、フェリーを利用して、より大きなバタワースのバスターミナルを利用した方が、便利な場合も多い。バターワースのバスターミナルは、フェリー乗り場とバターワース駅に隣接したところにあり、ジョージタウン発着の便に比べて、行き先本数ともに豊富である。また、この付近では現在ペナンセントラルという、交通ターミナルが整備中であり、今後ペナン州においての鉄道、 港湾バス、高速道路 IC などの一大ハブになる予定である。対岸のバターワースとを結ぶフェリーが早朝から深夜まで約20分おきに出ている。2014年4月現在、ペナントーへエは 1.2RM、ペナントーからバターワースへは無料である。また、ランカウイ島やインドネシアのメダンなどとの長距離、フェリーターミナルも近くに存在する。 島の道路はよく整備されているが、人口や車両の増加、またイギリス統治時代のままの広さの道路も多いなどの問題があり、中心部やペナンブリッジ両端付近などで渋滞が激しくまた、事故やトラブルも多いためバスやタクシーなどの遅延の原因になっている。このようなことから2本目の橋やバイパス道路などが計画された。2本目の橋である。 ペナン第二大橋は、ペナン島南東部の空港付近と、ホンド川バトゥカワン地区を結び2014年3月1日に開通した。また多数の観光用のトライショーが存在しているが、それぞれナンバープレートを持ち、ペナン島内では、車よりもこちらが優先して走ることになっている。ありがとうございます。